山崎恭介ジム作り始めました。はい、恭介です。よろしくお願いします。ということなんですけれども、いろんな筋トレ YouTuber がジムを作っているという中で、ついに私山崎恭介もジム作りを開始いたしました。皆さんよろしくお願いいたします。このジム作りですね、自分がですね、もうトレーニングをした20の時からですね、27ぐらいの時に作れたらなと思いましてですね、本当に実現しそうな雰囲気でございます。で、まあ、どのような経緯でね、ここまでできたかというとね、自分もう作り方とかなんかもう事業計画書とかいろいろあるじゃないですか、全く分かんなくて、ツイッターで僕、誰かジム作り教えてくださいっていうこんな感じでツイートしたんですよ。そしたらまさかのバズーカ岡田さんからメッセージが来まして、でうちがやっている会社で紹介するよという感じで、現在進行中で、自分が YouTube でコラボした時とか、インスタの時にインスタで一緒に載っけた時に、ジムガレージさんというね会社と今現在進行中でやらせていただいています。本当にありがとうございます。はい、でところでね、山崎恭介お前一体どんなジム作るんだと、ちょっとそんな話聞かせてみろよっていうね方いると思うんで、まあもちろんねこれはお話しさせていただくんですけれども、今のところの現状としてはですね、割と広めのジムをお借りする形となりました。まだね完全に決まったわけじゃないんだけれども、そこで24時間ジムにして、プラス個室を作ってパーソナルができる専用の部屋を作ろうかなと考えております。だからパーソナル受けたくない人は24時間の方でフリーでやっていただいて、まあでもね、せっかくだしちょっとパーソナルやってみようかなっていう感じで、後々パーソナルでも来ていただくっていうこともできるっていうジムを考えております。まあもしご興味のある方はですね、まあそのうちホームページが出来上がってね、どんどん詳細が分かってくると思うんで、気になる方はですね、ぜひ山崎恭介の作るジムへお越しいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。で、まあ一体山崎恭介のパーソナルトレーニングって一体どんなんなんだってね、結構気になる方いるかな、いてほしい雰囲気なんだけど、自分結構がっつりとしたトレーニングはやんないんですよ。これパーソナルトレーニング僕の受けてきてくれた皆さんはわかると思うんですけど、本当その通りですよね。まずコンディショニングっていうものから始まって、要は姿勢を良くしたりとか呼吸法だったりとか、そういうのから始まるんですよ。1時間のセッションだったらだいたい 2-30分ぐらいそれにとってからトレーニングに入るんですけど、これめちゃくちゃ変わるんですね。やっぱりパーソナルトレーニングってガンガンやらせるもんとか、補助をついてめちゃくちゃやらせるっていうのって、俺パーソナルトレーニングじゃねえと思ってんだよね。パーソナルトレーニングで補助を入れてガンガンやらせることを、じゃあその人が、そのクライアントさんが一人になった時にできますかってなったら、補助者なんてつかねえじゃん。まあ友達いたら別だけど、だからそれとパーソナルトレーニング、普通一人でやってる時のパーソナルトレーニングっていうのは絶対区別しなきゃいけないから、俺はそういう呼吸法とかコンディショニング、体のケアっていうのをしっかりやってあげて、こういうのをやった方がいいよ、体を整えてからトレーニングやった方がいいよっていうのを紹介するから、興味ある人はぜひ俺のジムに来てほしいなって思うから。で、気になる名前ね、気になる名前だと思うんだけど、まあこれは後々紹介していこうかなと思うから、よろしくお願い頼みます。はい、じゃあ今日はこんな感じで失礼します。バイバイ、来てね。